2020年1月29日水曜日、チャンネルヨッタ始めます。 Vlog 形式で始めます。で、ね、今日は157名なってます。はいはいはい。最近はね、あのっていうか今日はね、もう適当にいろいろ思いついたことをね、あのちょっと残しておきたいと思います。あのいろいろね、ニュースもいろいろあって、あのちょっと最近あったのが、そのあれですよ、あのユッキーナのタピオカ問題で、恫喝問題でね、問題になったやつで、あれでなんかフジモンと離婚してっていうのがちょっと炎上しました。でその後、そのなんかなんだっけ、サッカーの乾隆さんと噂があるか、あるやらないやらっていうのがまたネット上にぎわしてました。でもうユッキーナさんもまあね、あんな感じで叩かれてちょっと最悪の状態になって、あれ怖いなっていう感じですね。あの民事的にはやばいけど、刑法的には何も危ないこと、やばいことしてないのに、民事的にね、ちょっとね、あの芸能人っていうだけでこんだけね、みんなにバッシングされて、まあ、気の毒な面もあると思うんですけど、まあ普段からそういうのでね、稼いでお金、人気も取ってきてる人だから、まあそういうね、一般ユーザーっていうか視聴者がいてのものだから、そういう一般からバッシング受けたらもう終わりだなっていう、そういう仕事ですよ芸能界は。だから個人のね、あの生活に何なんで一般の人が言うのって、そんなこと言うのはお門違いなんだよね。はい。ということで、今はそのユッキーナさんの問題の次に、東出ちゃん、あんちゃんの、あれ、東出不倫、東出と、それと、唐田エリカでした、名前。この前、ゆかりとかわけわかんないこと言ってたけど、その人の問題があって、それもね、東出ちゃんも、CM とかやってるけど、キャンセルになって、唐田ちゃんもね、ドラマ撮影とかもちょっと、やばい状態になって、東出ちゃん2億円の契約4本、1本5000万で最悪3倍、6億円の賠償されるっていう風にニュース出てましたけどね。まあかなり塞ぎ込んでるでしょ本人。まあこれもまあしゃあないですよ、芸能界はそういうもんだから。あのみんなのね、顔出ししてやってるんだ。私みたいにこう眼鏡かけてね、黒い子はガガガガガマスクかけてやって、まあ、声ぐらいはまあいいですよ。どこの誰か多分なかなか分かんないと思うから、まあ分かっても別にいいんですけど、あの芸能人じゃないですから、一般ピープ、一般のね、会社員ですから、別にね、あれ、別にいいです。ね。というか、あの、マスクをお渡ししてるのは、別にサングラスだけでいいんですけど、今ちょっとね、あの新型肺炎流行ってるし、ちょっと今ホットな情報、新型肺炎なんで、名古屋の方でなんか一人出たと、名古屋の病院に入ってる、愛知か、入ってるってなんか聞いたんでね、私も名古屋に住んで、名古屋で仕事してるから、ちょっとしたら移ってるかもわかんない。それはわからないで、目に見えないからね、ウイルスは本当に厄介なもんです、ウイルスね。はい。ということで、ウイルスは自分では増殖できません。はい。細胞の中に入って、その細胞からまた何個か出てくると。一個ウイルスが細胞に入ると、そう、細胞の中でいろいろやって、で、自分で細胞から何個も出てくるというのがウイルスです。自分だけでは増えないんですよ、ウイルスは。だから、
そのウイルスが手についてたとして寒天の上に固定を置いて培養しても、細菌だったら増えるけどウイルスは増えないから分かんない。だから遺伝子ぶち切って、こう酵素でぶち切って、その波形でね、あの PCR って言って、その伸ばしていって、あのウイルス遺伝子を伸ばしていって、その PCR でこう波形を、あのなんていうの、 なんだっけ、あれ昔やってたんだよ、寒天だから、その電気映像でね、あのこうやってこの波形を見たりいろいろするんです。PCR っていうのは遺伝子をこうどんどんこうくっつけていくんですよ。だからそういうふうなやり方でね、あの波形で何個かやって、その波形で初めてその、新型 コロナウイルスだっていうのが初めて分かるんで、どうしてもなんか 2,3 日かかるような気がしますね。 PCR も結構時間かかるんでっていう、ちょっと昔やってたからちょっと思い出しながら喋ってます。はい、ということで、皆さんも気をつけてくださいね。はい、それと私の声がちょっとあの割れてるような声になる、ちょっと小さい声で言うと、今もちょっとこれ割れてるような感じになってる。これはね、7年前ぐらいにトイレの換気扇の掃除してたんですよ、マスクせずに。そしたらそのトイレの換気、上の換気扇から、多分ホコリが落ちてきたんだろうな、それになんか感染して声が出なくなっちゃった。3日間ぐらい、それからちょっと声が割れてしまって、歌とか歌うときはね、大きい声出すときはきちっと言えるんですけど、こういう小さい声であの、収録するときとかはね、ちょっと割れてるんでね、お聞き苦しい声で申し訳ございません。出ました。はい。もう夜の9時10分。もうちょっとしたらお風呂入るんで、あんまりね、できません。今日は変な天気で、15度ぐらいあったんかな。1月の29日で一番寒い時なのに、15度ぐらいあって、なんか変な天気でね、そろそろ地震が来るかなと思って、気にしてるところです。消防訓練とかもね、きちんとしておかなかったらね、もし何かあったら、やばいですからね、ちゃんとやっておこうかなと思っています。このね、この新型コロナウイルス肺炎、これ、私もね、これ、カンピロバクターでやられたんですよ。胃腸炎、今年の。時刻は11時25分。昼の11時25分になり。で、これやられたんですよ。カンピロバクターでやられて、2週間ぐらい私も潜伏期間ありました。あ、ね、そんな、今のウイルスも、肺炎も2週間ぐらいあるっていうから、こんなんわかんないですよ、どこが。潜伏期間長いやつにやられたら、いつ感染したかっていうのは分からない。だから非常にね、厳しいっていうことです。よー、だから。はい。ということでね、特にね、最近右肩が痛いから、と、顔出し今日でこれ2回目。メガネとマスク。もうこれメガネとマスク取ったら、XJAPAN の YOSHIKI みたいな感じになるから、ちょっとね、なんちゃって。はい。はい。それと、ドラムの勉強っていうか、スクールに行こうと思います。ドラム前からしたくって、ちょっとね、いろいろ音楽、半世紀、人生半世紀過ぎてから、レベッカとか聴いてて、ドラムの音がすごいいいなと思って、ちょっとね、音楽教室に通いに趣味で行こうと思います。ドラムを叩きに行く。もう本当もう、ドラム。ちょっと趣味を見つけたんで、YouTube
部を上げるのはなかなかこれ大変なんで、まだ100こんだけだからなかなか大変なん、トップ YouTuber にはなかなかなれないんであのドラムの方でね、ドラム叩いてるやつを、上手くなって上達したやつを乗せようかなと思っています。難しいです。足で叩きながら右手左手全部こうね、ビート刻んでこう違うタイミングでやらないといけないから、頭が良くなかったら運動神経っていうか、なんかそのリズム感良くなかったらできないんですよ。なのでちょっと昔からやりたいなと思って、昔もちょっとね、あのエアドラムをやってたことある、自分でね、8ビートでなのかわかんないけど、ちょっと流行った時に40年前か、恐ろしいね、100歳まで行くよ僕は。はい、最近のチャンネル、テンチムちゃん。テンチムちゃん最近面白かった。このテンチムちゃんとこの元彼のヒカルちゃんとかいう、この人だって105万人いるんだよ、これ。この若い姉ちゃん、ヒカルちゃんは2、300万人かな。もう余裕でしょ、もうこんだけもらったら。お金なんて紙切れみたいな感じに、だって別に水みたいな感じに思ってますよ。まあ僕もまあある意味そんな感じですけどね。なんてね、はい。よいこチャンネル、よいこチャンネル、私知らん。いろいろね、はい。あと YouTube の、あ、ないわ、やめとこ。行こうか。管理チャンネルは見せたらいけないのかな。悩むとこ。はーい。結局ね、僕はあのチャンネル登録、今157人なんですけど、いろいろ調べたところ、200人登録あるんですよ、今まで。でも200人登録あっても、40人ぐらい、解除してるんです。うん。だから、チャンネル登録してくれても面白くなかったら解除されるっていうのが分かりました。なのでちょっとやり方をね、少しずつ変えてトップ YouTuber になれるように、ね、頑張りたいと思っちゃいます。はい。だんだん顔出し、最初顔出し一切しなくて声も出さなかったんですけど、最近ね、前までこう虎ノ門ちゃんを出すようになったりして、最近ちょっとね、サングラスかけてマスクしたらいいんじゃないかと思って、あ、まあ声も出しました。出すようになってね。これでちょっとしばらく行こうかなと思います。はい。ではでは、今日はこれぐらいにしておきたいと思います。はい。おやすみなさーい。ちょんちょこちょん。ポコポンポンポン。はい。